中日ガーナ大使館は、ガーナが日本の首都東京に設置している大使館である。1957年3月6日、日本はガーナの独立と同時に承認。1960年5月20日、ガーナが東京に大使館を開設した。2018年6月19日より、フランク・オチェルが特命全権大使を務めている。2014年3月、 中日が穴大使館の特命全権大使であったエドモンド・コフィア・グベヌチェデイによる東京都渋谷区内での闇カジノ会長が発覚した。大使名義で部屋を賃貸借することで外交特権があるかのように装っていたが外務省への届け出がなかったために特権が効かず捜査される。闇カジノに参加していた日本の民間人10人が逮捕。デイ大使は摘発直後に 警視庁保安課の事情聴取要請を拒否して、日本を出国、以後起任しないまま、同年12月22日に、公認者のシルベスタ・ジュルパポ・パーカーイコール・アロテが、皇居で新任状を法定し、新大使として、正式に着任した。なおこの問題では、福岡市でも、大使名義で賃借された部屋を使って、闇火事の営業をしたとして、賭博店の元従業員の日本人8人が、 上州賭博容疑で9月に逮捕されている。在大阪ガーナ総領事館は、かつてガーナが日本の大阪府に設置していた総領事館である。1966年8月20日に在大阪ガーナ総領事館の開設が定められ、同年11月1日、初代総領事、ドゥジエワ・アヌクワク・クレボメが総領事館を開設した。 しかし1968年2月9日、ガーナ政府が財政上の理由で大阪の総領事館を閉鎖する旨を日本側に伝達したことにより、総領事館は設立からわずか15ヶ月でその歴史を終えた。ありがとうございます。